ブラ部落は奈良県橿原市にかつて存在した被差別部落。戦後の部落解放運動の歴史の上で部落問題の視点による天皇制批判の好材料としてたびたび議題に挙げられてきた。ふもとに神武天皇陵を見据えるうねび山のふもとからやや上方にかけてかつてほらと呼ばれる村が存在した。この村は神武陵の南手、 ちょうど同僚を見下ろす場所に位置する1854年の時点でおよそ120個、1920年の時点でおよそ200個を数えた同僚母の死後、いわゆる墓森の集落と伝わる村で被差別部落であった。大正時代に入って間もない頃、国の主導による本格的な神部両一体の整備が始まると、その拡張の必要などに伴って、ホラ村は、 時代の移転を余儀なくされる。その後移転先の決定について難航を重ねた末に1917年に付近の平野部に移転した。ほら部落の歴史に初めて光が当てられたのは第二次世界大戦後1960年代後半のことである。天皇制と部落差別と題して鈴木亮により取り上げられたことをきっかけとして 天皇を主軸とした国家権力による横暴の高齢であるとの論旨をもって、部落問題の原因を天皇制に求める上での重要議題として認知されるに至った。国家権力によって強制的に執行されたものであるとされてきたほら部落移転問題であったが、この認識に対する反証を行ったのが移転後の部落に生まれ育った辻元政教であった。 辻元による反証では、強制執行は行われておらず、洞村の人々が両母への異不信などから自主的に移転を決めたとの事実が明らかにされた。また移転に際しては、保証費用も出ていた。洞村の移転は、うねび山深淵計画の一環を構成するものであり、この計画は、そもそもが深淵を造成するという計観論から発せられたものであって、うねび、 久米の大久保の一般村の民家194個及び、拡張区域外の46個を合わせて240個及び、電波パ山林、墓地なども移転させられており、被差別ブラクロンにおける、生、線の中で鮮やかに描かれるところの論理とは実際は異なるものであったとの指摘もある。一点先に形成された地区は、その後同和対策事業の対象地区とされ、現在も、 童話地区として存在している。旧道村は、臓器のうちに行こうとしてその痕跡を残すのみである。近代における神話的古代の創造、高木博士。ありがとうございます。